第後の1981年に、撮影ユリアナは、第五代オランダ国王、メクレンブルク公女、リッペビーステルフェルト皇妃、ミルヘルミナ女王とメクレンブルク公、ハインリヒの娘として、ハーグで生まれた。1937年にリッペビーステルフェルト公、ベルンハルトと結婚。1938年に、長女ベアトリクス王女を出産した。その後も、イレネ王女、 マルフリート王女、クリスティーナ王女が誕生し、4人の娘に恵まれた。1940年のナチスドイツによる侵略と、その後の占領により、母ウィルヘルミナ女王と共に、イギリスへ亡命する。さらに、ウィルヘルミナ女王の計らいで、ユリアナは娘たちを連れ、ウィルヘルミナの十枚である、カナダ総督夫人アリスを頼って、カナダに亡命した。第二次世界大戦終結後、 本国に帰国した。1948年、母の上位で王位についた。戦後本土が荒廃し、オランダ領東、インドなどの植民地を失ったオランダを建て直し、再び繁栄の時代をもたらした。1980年に王位を、長女のベアトリクスに譲り、2004年にスーストダイク宮殿で崩御した。ディッペビーステルフェルト・コーベルンハルトとの間には4条を設けた。 AB カナダは当時イギリス自治療であり、カナダは出生地主義のため、カナダで誕生したものにはイギリス国籍が与えられた。しかし、オランダは二重国籍を禁止しているため、マルフリートのオランダ国籍が創出されかねない事態に陥った。そのため、カナダ議会は、ユリアナたちが滞在している病室を一時的に違い保権区域として、 カナダ領外とする特別法を可決し、マルフリートの権利を保護した。ユリアナはこれに深く感謝し、戦後オタワにチューリップの球根を贈呈している。ありがとうございます。